なんと今日はね、立体図鑑隠れ毛玉、俺の大好きな隠れ毛玉、こいつ可愛いよな、チンチクリンで、チンチクリンで可愛い、これワンパンでぶっ飛んでるぞこいつ。なんと隠れ毛玉、じゃあ早速ね、出そうぜ、早速も出そうぜ、隠れ毛玉ワンパンでぶっ飛ばす前にギャムである、ギャム倉庫にね、なんといたいた、ご尊顔、いいね、かわいい、落ちたな、外れてんだこいつ、ちょっと待ってね、早速台の封印を解いて、シールかわいい、かわいすぎる、こうシール貼るのがね難しいんだよね、正直モモジの時失敗しまくった、破けまくったね、モモジの時、ざんと隠れ毛玉、いいね、じゃあ早速シール貼るか、シール貼るコツはね、まずこれ、これの向きバッてったら、こっから破けるわ、ビリッと、モモジ破ったから俺、モモジ破ったからね、だからゆっくり慎重にペリッといって、ペリッといって、ペリッといけば大丈夫、あ、やべ、中ついてきた、中ついてきたけれども、中はゆっくり剥がせば問題はない、でね、この端を、こっちの端、こっちの端をこうやって合わして、あともペタムとね、こうペタムといけば余裕で綺麗に剥げちゃうんだけれども、ここは注意で、ここをね押さえながらグリッといきます、グリッといっちゃうとめっちゃ綺麗に貼れるっていう、この奇跡ミラクル、どう、ももじん時超破ったんだ俺、学習した、さすがに、さすがに学習するというね、ざんとで、中はね、これ中が難しいんだがね、なんかこのざんデータが書いてある、かわいいな、しかしね、こいつはね、ペロリとペロリウムと剥がしてね、真ん中こう開くんだ、こうやってね、でこれはね、こっちの端、この根元の部分の端に合わせて貼ると綺麗に貼れる、見てろよ俺のプロの技だろ、端合わせの、ザンときた、ここポイント、端を、根元のこの端をね合わせれば、あともね、はい、余裕で、ちょっと待ってくれ、まさかの失敗、失敗じゃ、ナイスナイスナイス、見てくれ、めっちゃ綺麗に貼れるっていうね、いいだろう、かわいすぎんな、で、裏、裏楽勝、裏はね、モモジの時超失敗したけれども、モモジ犠牲にしたら、一番気に入ってるモモジを犠牲にしてしまった、でもね、カブト予想がね、まだいるから全然大丈夫、こっち、こっちの端にこうやって合わせんじゃう、こうやって合わして、あともうペロリウムですよ、これペロリウム、ほら、そうするとめっちゃ綺麗に貼れるというね、こっちに合わせる、で、中もこっちに合わせる、で、手前ね、表紙はこっちに合わせるというね、そうすれば綺麗に貼れる、で、あれ毛玉どこ行った、いねえぞ、失踪したぞ、毛玉どこ行った、あ、いた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 、毛玉をドジュン、毛玉のノーズイに棒をぶっ刺し標本にするって、これむごいよな、毛玉を本当はこんなのホルマリン入ってんだろうな、ホルマリン、いいね、ザン、隠れ毛玉完成、体長8センチから10センチメートル、種類によって15センチを超えることもある、でけえじゃねえか、不思議な神毛、隠れ毛玉は神毛、神の毛と呼ばれる毛の塊の中に潜み、近くを通りかかった動物に寄生します、お、めっちゃパラサイティな特徴、ふんふん、寄生した動物によって姿が変わる、おとなしい性格、食べ物、飲みや抜け毛を食べる、むさぼり食っているのがいいね、かわいい、最高だわ、超気に入ったぜ、こいつはあれだな、猫に寄生してるタイプか、猫から吐き出されてる、毛玉と一緒に神毛ですよ、神毛、猫がかわいいよな、いやー、猫ラブ、猫かわいい、隠れ毛玉、このかわいい猫の中にね、隠れ毛玉がいるというね、萌えの塊じゃねえか、こいつら超かわいいぜ、
よっしゃ、つうことで、今回ね、ついにね、降臨隠れけ玉。で、次回はね、この4番の、大ひれ川小人。大ひれ川小人でお会いしましょう。かわいいね。川小人だぜ。川小人。たまんねえ楽しみ。じゃあ最後はね、やはりね、お決まりのゲットしたばかりの、隠れけ玉バイバイ。と見せかけてからの、ザン竹のかぐやバイバイで、久しぶりにね、小人会のボインも出さないとな。忘れちゃいけない小人会のボイン。いいね、かわいいね、ピカチュウである。やっぱ揃うとさ、威圧感パないね。